狼と妖神さんの神秘的な歴史。妖神さん、竜頭神社、里宮、埼玉県秩父郡小鹿野町河原沢996-1、御祭神、妖神大明神、竜神、8つの頭を持った竜王の井。皆さん、こんにちは。今回は埼玉県秩父郡小鹿野町に位置する神社、妖神さん、竜頭神社を紹介します。この神社は、地元では山犬、狼札を配る神社として知られ、その由緒正しい歴史がここに息づいています。まず、神社の位置です。埼玉県の妖神山、竜神山、竜頭山とも呼ばれる両神山の麓、尾の内渓谷の入り口に鎮座しています。古くから狼を派遣する神社として知られ、竜頭神社は三峯神社よりも古いと言われています。言い伝えによりますと、昔、両神山に住む一眼坊と呼ばれる天狗が霊夢に現れ、両神大明神を山頂に祀る妖卓仙を受けました。社地への案内は明神の眷属山犬によってなされ、この足跡が尾の内渓谷の沢道として知られるようになりました。妖神山、竜頭神社の祭壇にはイサナミ、イサナギの御事、そして両神大明神が祀られています。この神社は雨乞い信仰の社としても知られ、修験者たちとの深いつながりが伝えられています。妖神山の山頂部分が竜の頭部であり、胴体は八丁尾根を這い、尾は東岳と西岳間から下がって尾の内沢に沿い、尻尾は尾の内に当たります。霊夢に現れた一眼坊の選択により、神社は竜を表す地形に鎮座したと伝えられています。拝殿の前には狼像が奉納されており、これは両神大明神の眷属とされます。この狼は両神さんのお使いとしても知られています。古くから山犬、狼の姿のお札も頒布され、信仰の一環となっています。最後に、両神さん、竜頭神社の名前に込められた意味は、両神、竜頭、そして両神さんの山名、由来の一部を含んでいます。両神さんは両神山とも呼ばれ、大和たけるの御事が統制の際にこの山を8日間眺めた伝説に基づいています。ここには竜神の息吹と歴史が満ち溢れています。ぜひ足を運んでみてください。両神さん、竜頭神社は日本の自然と神秘が織りなす特別な場所なのです。尾の内渓谷。尾の内渓谷は埼玉県秩父郡小鹿野町に位置する美しい峡谷であり、
秩父連山の両神山から流れる清流が特徴です。この地域はマイナスイオンが豊富であり、自然の中でリフレッシュできる場所として知られています。特に注目されるのは、毎年1月上旬から2月下旬にかけて訪れることができる尾の内百景氷柱です。これは秩父路三大氷柱の一つであり、地元の人々が手作りする巨大な氷柱が特徴です。吊り橋から眺める美しい氷の造形は冬の風物詩として楽しまれています。この動画が良かったら、いいね、チャンネル登録よろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。